豊明駅は愛知県豊明市、あの町名庭にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH22、準急停車駅であるが、上下ともおおむね毎時2本ずつ急行が特別停車する。また、豊明県車宿があることから、当駅始発、終着の列車も多数設定されている。駅名に氏名を冠しており、列車の行き先にもよく見られるため、 豊明市の玄関駅と思われがちだが、その機能は西隣の前後駅にある。市の中心部にある市役所などへは距離的には近いものの、市役所方面への名鉄バスは前後駅から発着している。2003年3月に前後駅が2面4線化されるまでは、新安城駅、鳴海駅間で豊明駅が唯一上下線とも対比可能な駅であったため、 多くの普通列車が当駅で急行、特急の退避を行っていた。前後駅の退避線完成後は普通は、前後駅での退避が基本となり、当駅で退避する列車の停車時間も短縮された。また、毎時2本の急行が特別停車し、当駅で特急を退避するようになった。それ以降、ダイヤ改正ごとに、特別停車する急行の系統や上下線での、 停車本数が異なるなどの変化が見られる。豊明駅と前後駅の1日平均乗降人員の推移。あの駅が豊明駅に解消された当時はほとんど差はなかった。愛知電気鉄道が岡崎線として有松浦から新地流までの路線を延伸する際、貫通する豊明村内に設ける駅数は一駅のみとする予定だったが、地元では現在の豊明駅付近に 東亜や停車場を設置する、要誘致運動を展開しており、結果、市務支流率までの開業と同時に、あの駅、前後駅の二駅が設置されている。また、隣の今川駅では、藤松村有力者の反対で、今川駅に設置する予定だった引っ込め線等の設備を、あの駅に押し付けたという話が伝えられている。1956年9月には、あの駅を、 豊明駅に解消した。これは、地元民が存命を冠する駅がないことを憂いて、あの駅を豊明駅に解消する署名運動を展開したためで、村役場及び名鉄は、この要望に応えて、駅名変更に踏み切った。現在こそ、豊明駅の利用者数は、前後駅に大きく、水を開けられているが、当時はほぼ拮抗しており、また貨物は、あの駅でのみ取り扱われていた。 島式3面6線の退避可能な京城駅。国内の無人駅では、ホーム数が最も多い。2003年に前後駅の下り退避線が完成するまで、新安城駅、鳴海駅間の下りでは、唯一の退避可能駅だった。現在のダイヤでも多くの普通が優等列車を、退避するために3から5分ほど停車し、中には3本連続で退避するために当駅で10分。 以上停車する列車もある。なお、上りは当駅を出ると新安城駅まで対避不可である。検査宿を有するのと乗務員の休憩を行っていたため、かつては終日駅員が配置されていたが、現在は駅集中管理システムにより終日無人駅になっている。自動券売機、自動改札機、発車案内で急行に連絡とも表示することもできたエレベーターは以前より存在する。 無人化と同時に発車案内が LED 二段式に変わり、駅自動放送も稼働した。なお、自動放送は無人駅の簡単なものではなく、隣の前後駅や神宮前駅、犬山駅で流れるようないわゆる主要駅タイプであり、名鉄の無人駅において主要駅タイプの自動放送を導入しているのは、豊脇が唯一である。また、無人駅となった現在でも、1.2番線から、 発車する準急を案内する場合などに、係員が放送することがある。主に車両入れ替えや増解決を行うために、運転関連の職員は当駅に常駐している。1.2番線は南にある、豊明県社宿へつながっており、名古屋方面折り返し列車と出入庫列車が入線する。1.2番線の駅名標の両隣の駅は、前後のみ書か,かれており、反対側は空白である。また、 1.2番線は3から6番線に比べて少し豊橋よりにずれている。当駅折り返し列車と改装列車があるため、3番線からつながる引上げ線と1番線の脇に入れ替えようの側線が各1本ある。一般用車両のほか、1200系や2000系なども、時々名古屋方面から当駅まで改装されてくる。新造車両の試運転や団体列車の運行も、 当駅いない間、当駅金山駅間などで行われる。当駅始発の上り列車は3番線から発車する。ただし車庫から3番線へは直接つながっておらず、一度1.2番線を通り過ぎてから引き上げ線に入り、改めてスイッチバックして入線する。かつて地上駅時代は、島式2面4線の構造で、東側に駅舎があり、駅舎とホームは、 古戦郷で連絡し乗り場番号は1.2番線が名古屋方面、3.4番線が豊橋方面であったが、強情化された際、南側に島式一面が追加され、従来のホームは3から6番線に振り直された。豊明県尺の開設と同時に1.2番線が使用開始され、現在のようになった。また上り、本線のはかつてノーズ稼働式クロッシングの分岐器が、 設置されていたが、現在は下り線とともに標準的な男性ポイントとなっている。駅の北側には大きなロータリーがあり、タクシーが常駐している。各出入口から改札口へ向かう通路の窓にはステンドグラスがはめ込んである。改札外のエレベーターは両方の出入り口にそれぞれ設置してある。主に2003年に急行の特別停車が増加して、以降、利用者は 少しずつ増加しているが、豊明市の南東の外れにあり、前後駅より交通の便が悪い、伊勢湾岸自動車道、国道23号の豊明 IC に近いことから、マイカーの利用にシフトしている、東駅より東側は三河地区になり、高等学校全日制普通科の学区が変わるなどの理由から、それほど利用者は多くない。 2011年3月26日改正2008年12月27日のダイヤ改正以降、日中あたり駅に特別停車する急行列車は、西尾線、津島線系統で、普通列車との環急接続を行っている。平日朝はこの限りではない。2005年1月29日のダイヤ改正より、設定されている毎時2本の準急列車が、当駅折り返しとなったため、 それまで当駅で折り返していた普通列車が東岡崎駅まで延長された。その後、2011年3月26日のダイヤ改正では、車両交換と入港を兼ねて東、岡崎発あたり駅止まりの設定が増加した一方、平日ピルマの当駅折り返しの準急の運行が取りやめとなり、平日ピルマの停車本数は上下ともに毎時6本になっている。 2000年3月21日改正2003年3月27日まで、当時はまだ急行の特別停車が、ダイヤパターンになく、当駅始発など数本に限られていた。普通の運行系統は、現在と同じく東岡崎駅犬山線の岩倉駅、または犬山駅間で犬山駅発着の2本が当駅折り返しだった。また、2000年3月21日の改正以前は、 普通東、岡崎行きは、現在のような前後駅での特急、急行の退避、環急接続ではなく、当駅で特急と急行を連続退避していた。2003年3月27日改正上でもに、普通毎時4本、急行毎時2本普通は、前後駅で、特急、急行の退避、環急接続が基本となり、当駅折り返しだった犬山駅発着の普通2本が、 東岡崎駅まで延長となった。特別停車していた急行は、上りが豊川稲荷行き、下りが豊橋発新岐阜行きで、当駅で特急を退避し、前後駅で普通と接続していた。また、昼間には当駅折り返しの急行や富行きも、毎時一本設定された。2005年1月29日改正この改正で、準急停車駅となり、昼間以降に、 毎時2本の準急が上りのみ設定された。下りの豊橋発岐阜行き急行は通過となり、特別停車は上りのみとなった。これにより、上り豊橋方面は毎時8本、下り岐阜方面は毎時4本と2002年度以前とは本数が逆転している。2006年4月29日改正2006年4月29日改正。 普通のうち、八富駅発着の上下2本は、前後駅異性は準急。犬山発着の普通毎時2本が、豊明折り返しとなり、代わりに、毎時2本の八富ミ地流間の準急が、東、岡崎まで延長、前後から、東、岡崎間は普通列車として運転するようになった。なお、平日夕方は、準急が、種別変更せず地流行きとなり、 普通と夜明け雪が東、岡崎まで延長となっていたため、上りのみ、改正前と同じ毎時8本になっていた。と、休日夜間は、東駅伊東へ向かう普通は、毎時2本の八戸見駅東岡崎駅間の準急のみで、名古屋方面からの普通はすべてあたり駅折り返しとなっていた。2007年6月30日改正普通のうち、八戸見駅発着の上下2本は、 前後駅伊勢は準急、下りの豊橋発岐阜行き急行が再び特別停車するようになった。これにより、毎時日,日本の普通、岩倉行きが当駅で退避して、急行と緩急接続するようになったが、接続列車以外にも、快速急行、快速特急各一本を当駅で通過待ちするため、10分近く停車するようになった。駅北側は住宅地である。南側は、 豊明家基地方を卸売市場がある他はほぼ水田である。市役所や商業施設などからは離れている。駅前にはコンビニ1軒と居酒屋1軒、和菓子屋などがある。国道1号を東へ500メートルほど進むと境川の橋があり、それを越えると刈谷市である。豊明市公共施設巡回バス、ひまわりバス名鉄バスが受託運行。 中央循環コースが1日8本通っており、駅前に、豊明駅バス停がある。豊明市役所豊明駅文化会館、豊明市役所、富士大科大学病院、前後駅方面2001年までは、名鉄バスも、前後駅から豊明中学校前、豊明市役所、大久津隊を経由して、当駅まで毎時2本程度走っており、駅前に、豊明バス停があった。 1987年に前後駅がリニューアル、されるまでは当駅が、実質的な市への玄関口であり、日清駅や大府駅などへのバスも存在した。名古屋鉄道、NH 名古屋本線快速特急、特急、急行通過急行、準急地流駅と夜明け駅前後駅、普通富士松駅と夜明け駅前後駅、豊明け市資料編保護近代と夜明け市,市、編集委員会、豊明け市、 2001年、536から537ページ、豊明市総集編豊明市編集委員会、豊明市、2007年、4ページ、国鉄、名鉄の開通する時から、俗狩りや風土気狩りや強度を学ぶ、会、1990年、豊明市資料編保録現代豊明市、編集委員会、豊明市、2002年、528ページ。 豊明市本文編豊明市編纂委員会豊明市1993年354ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年970ページ豊明市総集編豊明市編集委員会豊明市2007年160ページ豊明市本文編豊明市編纂委員会 豊明ーア氏1993年、353ページ。清水武氏田中義人、名古屋鉄道車両史下官アルファベータブックス、2019年8月、136ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、254ページ。 ISBN 九百七十八から四十七億七千七百一万三三千百六十四鉄道記録帳レールファン第五十一巻第十二号鉄道友の会二千四年十二月号二十八ページダイヤ改正に関する別紙資料はこちらをご参照ください名古屋鉄道二千十五年三月九日閲覧名古屋本線神宮前駅東岡崎駅及び 新川橋駅に共通 SF カードシステム、トランパスを導入します名古屋鉄道、2004年8月25日、AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧間末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年市、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、 160から162ページ、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ、ハットとよ、明野の統計とよ明市、あの駅に関するカテゴリありがとうございます。